まあ、そこら辺も素晴らしかったなと思いますからね。マイクマ、マイクマ入ってきた、横に流して上城追いついた、上城の一振りで追いついたセレッソ1対1。劣勢ムード、左足一戦は上城です。やっぱこのマイクマの進入が素晴らしかったですよね。でこの横パスに対してのコントロール、シュートまで非常にスムーズでしたし、まあ、この横パスから相手が来ているので遠い方の足で触って、やっぱシュートを打てるところに置いたってところが、マイクマのこの進入からコントロール、シュートまで、この2人の関係性だけ